2023年11月7日から9日までの3日間、防衛装備庁と三菱重工業はオーストラリアのシドニーで開催された海洋防衛総合イベント、INDOPACIFIC2023 において、新型水上戦闘艦 FFMAAW の模型展示を行ったよ。この艦は海上自衛隊が新型 FFM と称し、最上型護衛艦に続く派生型と言っても良いよな。そうだね。さて今回はこの海外売り込み用新型 FFM 派生型について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊が整備を進めている最上型護衛艦には、諸外国で同程度サイズの艦艇に付与される FF フリゲートという記号に加え、機雷のマインや多機能性を意味するマルチパーパスから M を明記した新たな艦種記号が与えられており、2018平成30年度予算から調達が開始されたため 30FFM とも呼ばれているんだ。最上型は当初、22隻の建造が計画されていたんだけど、防衛省は12隻で終了させて新型護衛艦建造を決定していて、FFMAAW というのは新型護衛艦の設計をもとに、三菱重工業が諸外国に提案している艦と言っても良いだろうね。FFMAAW は洋上ステルス性能を追求した船体の設計や、その機能のために採用されたユニコーンと呼ばれる形状のマストも、最上型を踏襲していたみたい。しかし、最上型の基準排水量が3900トンであるのに対して、新型護衛艦の基準排水量は4880トン前後にまで増加しており、また全長も133メートルから約142メートルへと巨大化していたぜ。ちなみに駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦村雨型の基準排水量は4550トン、高波型の基準排水量は4650トンで、新型護衛艦は艦種こそフリゲート FFM であるが、汎用護衛艦 DD をも上回る大型艦であることがわかるな。新型護衛艦の推進方式は最上型と同様で、低速航行時に2機のディーゼルエンジンを使用し、高速航行時にはガスタービンエンジンを使用する CODAG を採用しているため、最大速度は最上型と同じく時速30ノット以上約 56km 毎時になると見られているらしい。搭載する兵装は62口径5インチ砲と短距離艦対空ミサイルのシーラムのランチャー、17式艦対艦誘導弾の4連装発射塔2機、324メートル3連装単魚雷発射艦、垂直発射装置マーク、41VLS で、この構成に関しても最上型を踏襲しているよ。しかし、その中でもセルと呼ばれる、VLS に収納されたミサイルの発射塔を兼ねた保管容器の数だけが、最上型の16セルから32セルへとバージョンアップされていたんだ。マーク 41VLS は中射程艦対空ミサイルのスタンダードやシースパローなども発射できるんだけど、海上自衛隊はセル数が少量である最上型の VLS にはミサイルの先端に魚雷を搭載した兵器で、通常の魚雷に比べて遠距離に位置する潜水艦を攻撃できる07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、今のところ中射程艦対空ミサイルを搭載することにはなっていないみたい。そもそも FFMAAW の AAW はアンティエアーウォーフェアーすなわち対空戦を意味しており、FFMAAW と新型護衛艦は VLS のセル数を増やして中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、最上型と比較しても大幅に対空戦能力を強化することができるぜ。冒頭でも述べたように防衛省は最上型の建造を12隻で終了し、新型護衛艦の建造を計画していて、要するに防衛省は最上型の補填として、新型護衛艦10隻の建造を予定していたわけだが、後に12隻へと増やしているわけだ。最上型は1年度に2隻という類を見ないハイペースで建造されているが、新型護衛艦の建造ペースはさらに速く、2024年度からの5年間で12隻の建造計画が打ち出されており、2025年度予算の概算要求には2隻の建造費1747億円が計上されていて、2028年度には海上自衛隊のいずれかの基地に配備される予定だな。最上型の生みの親である三菱重工業は同型の建造途上の段階から、
FFM モガミ型の基本設計を踏襲してファミリー化を図る将来型多用途フリゲート、FMF フューチャーマルティミッションフリゲート構想を発表していたよ。FFMAAW の模型は今回の INDO パシフィック2023で初めて公開されたわけだけど、そのコンセプトに関しては2019年11月に千葉市の幕張メッセで開催された防衛関連総合イベント、DSEI Japan 2019において、FMF ファミリーの一つとして発表されていたんだ。当時の三菱重工業は FFMAAW を構想した理由として、将来海上自衛隊が汎用護衛艦 DD などの後継を必要とした場合、開発期間を短縮するとともに開発コストをも低減するためであると説明していて、その考え方の正しさは、新型護衛艦の整備計画で実証されたと言っても過言ではないよね。さらに三菱重工業は FMF ファミリーとして、FFM モガミ型の基本設計をもとに、胴体を短縮した哨戒艦型と海上保安庁専用となるかもしれない沿岸警備隊型も構想しており、DSEI Japan 2019でその模型を展示していたぜ。防衛装備庁は、2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された防衛装備展示会ベトナム国際ディフェンスエキスポ2022などでも、モガミ型 FFM のプロモーション活動を実施するなど、輸出へ向けた動きを示していて、個人的には FFMAAW や FFM の胴体短縮型も有力な輸出商品になりうるポテンシャルは十分にあると考えられると思うな。現在の FFM は三菱重工業長崎造船所と三菱重工マリタイムシステムズ多摩の本社工場で建造されているわけだけど、防衛省は8月25日、来年度以降の新型 FFM 調達に関して、主契約者を三菱重工業、下請負い者をジャパンマリンユナイテッド JMU にそれぞれ正式決定したと発表したよ。これが本当に5年間で12隻の建造となれば、1年間に2隻を超える3隻の建造が見込まれる年が生じるため、その分、作業量や人件費ともに増加となるわけだが、その人たちのおかげで海上防衛力の強化につながるぜ。1月25日に発表された新型 FFM 型に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領によれば、2024年度と2028年度には主契約者の三菱重工業と下請負い者の JMU によって、それぞれ1隻ずつ建造されるらしい。また、2025年度から2027年度までは2隻を超える建造を計画した場合には JMU に1隻を建造させることになっているな。このような両者の調達計画に対して、防衛装備庁は新型 FFM の第1番艦の建造契約の締結年度の1年目と、第1番艦の引き渡し予定年度の5年目には、それぞれ1隻の建造を実施させることが参加希望者募集要領に示されており、2年目から4年目までの間に建造開始隻数が2隻を超える場合は、そのうちの2隻の建造を2社に実施させると記されていたよ。このような文書を確認したものの、各年度の具体的な建造隻数は記されておりませんと防衛省は謎めいた回答をしたみたい。しかし、防衛装備庁は2022年12月に策定された防衛力整備計画2023年度2027年度で述べられた。護衛艦12隻の調達に関しては、モガミ型2隻と新型 FFM10 隻のことであることをはっきりと認めているな。また、防衛装備庁は防衛力整備計画に示された護衛艦12隻のうち2隻は2022年度予算にて建造予定の、モガミ型護衛艦を指しており、残りの10隻が新型 FFM を指していると明確に回答したぜ。このことによって今後5年間のいずれかでイージスシステム搭載護衛艦 DDG のマヤ型護衛艦や、工場型 DDG2 隻の建造に着手するとの見方も一部ではあったけど、それが否定されたことになるよね。いずれにしても海外売り込み用の新型 FFM に火がついて、日本の軍需産業が盛り上がったら当然中国は黙っていないだろうし、そこにアメリカがどのように割り込んでくるかも気になるところだけど、これらのことは全てインド太平洋の平和を守るために使われるものだということを我々日本国民は理解しなければならないんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた12式地対艦誘導弾頭の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明したよ。オリジナルの12式地対艦誘導弾らは、その名称が示す通り2012年より陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離はおよそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べないぜ。そうだね。今回はそんな国産の12式地対艦誘導弾頭の能力向上型の配備に動き出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この12式地対艦誘導弾らは、送輪式の車両の後部にミサイルの本体の発射筒を搭載する形式の兵器であり、その仕様は地発型と呼称される陸上装備で、陸上から敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められているよ。現状の12式地対艦誘導弾らは、訓練用に陸上自衛隊の富士共同弾の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分屯地、熊本の県軍駐屯地、そして沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されているね。このようにオリジナルの12式地対艦誘導弾らは中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況なんだけど、これはひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われるんだ。これに対し改良型である12式地対艦誘導弾頭の能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして最終的にはおよそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではないな。さらに12式地対艦誘導弾頭の能力向上型では、地上発射型の地発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなるぜ。これによって12式地対艦誘導弾頭の能力向上型は、陸海空のみ自衛隊において各々が運用する用の長距離打撃力を有する対艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろうな。今回12式地対艦誘導弾頭の能力向上型が当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊ったよね。これは12式地対艦誘導弾頭の能力向上型が現行のオリジナルに比して飛躍的にその有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判なんだ。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でもこれまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることがいかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例と言える批判だろうな。今も進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々にはその残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ないぜ。12式地対艦誘導弾頭の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府はすでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくるよね。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、残念ながら全てが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は前バージョンのブロック4となる模様だが、幸いにも射程距離に関しては大差のない 1600km ほどとみなされているよ。トマホーク巡航ミサイルはアメリカの原レイセオン社が生産している兵器だが、西側諸国製のこの手の兵器としては最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに1980年代の開発時から幾度となく新型にバージョンアップされているな。
したがってその兵器としての信頼性は西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も1991年の湾岸戦争、1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争などで行われ、高い有効性を示し続けてきたぜ。こうした状況を受けて2004年頃には、日本の海上自衛隊においても当時の中期防衛力整備計画2022年に防衛力整備計画に改称で取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況ってわけ。それから9年が経過した2013年頃、日本側は当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルをその有効な戦力と再認識したと言えるんだ。そこで日本側は当時のアメリカ政府にトマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているけど、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったからか、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられているみたい。これは今から見ればわずか10年ほど前のことだが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は政治的に中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われているぜ。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないが、少なくとも2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして同盟国たる日本にトマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろうな。そこから10年で中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられるってわけだ。現在、日本が人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な立て付けは、いわゆる安保関連の3文書と言われるものを時の政権内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっているよ。いわゆる安保関連の3文書は、上位のもから国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属するんだ。国家安全保障戦略ではこれら人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っているね。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えないぜ。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで国防に必要な要件を達成させることは困難だからな。そのため万が一に日本が今後他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みはまだ不十分に思えるぜ。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうね。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうけど、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えると思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2023年5月、防衛装備庁は、STOVL 用バージ橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示したんだって。その後10月にこの業務について、
造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表したらしいぜ。さて今回は、F-35B 戦闘機は橋家から発着するのかについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずこの業務は、航空自衛隊が導入を予定している STOVL 短距離離陸垂直着陸機である、F-35B 戦闘機が使用するためのバージ橋家を研究するものなんだ。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲型護衛艦の特別改修に関する、知識技術が必要不可欠という前提条件を示していたよ。だが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけで、そして応募者も同社だけだったため、当然の成り行きとして選定したということだぜ。だったら、わざわざ募集する必要があったのだろうかと思ってしまうよな。この会社しかないのは分かっていたはずだもんね。なのに、あえて募集するというのは、ちょっと邪推してしまうよな。防衛省は現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めていて、この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能とされているよ。現時点ではバージと STOVL 機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明で、F-35B は画期的な新戦闘機だからこそ、最大限有効活用するため進めている調査研究は今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているらしい。うんうん。それじゃあここで、F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見ていくね。出雲や加賀が運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより離着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。海自は出雲型や日向型を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊軍はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには掃海隊軍を両用船部隊に指定してこれで人技は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海自側は機動運用艦隊になる護衛隊軍を、狭い海域の当初防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから見事に同床異夢ってこと。将来的に海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢表に立たせるわけにはいかないから、橋家プラス機動船艇のセットに燃料や整備品を乗せて連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島からさらに 400km 離れている南大東島のような離島に F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこま抜いて、何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、加賀はこの2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は那覇、嘉手納基地のようにミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく中佐向かい、ブースターもつけて長射程板と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし。F-35B を DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、
基本的には艦隊防空のため、わかりやすく言えば太平洋戦争時のゼロ戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に海自が自前の戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲型を回す余裕は全然ない。海自は自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は海自と空自では求める役割が全く異なる。つまり運用がいびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間ロロ汚染が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合のロロ線から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用の STOVL 発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな？加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で、有事の海の止まり木になるのかな？アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では？戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。いろいろな意見が出てきていたね。ちなみにロロ船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことだな。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようだが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保証はどうするんだろうな。そうだね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの防王妃みたいな考えではないと信じたいところかも。橋家の利用についても高評価が多いと感じるが、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できるからな。まあ橋家自体は、普通の浮橋のようなもので、防衛能力はないもんね。素人の見方だけど、海上にぷかぷか浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うんだけど。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せてよいのかなとも不安になる気持ちもわからなくはないな。そのあたりはきっと専門家がしっかりと考えてくれるはずだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月19日、中国メディアの新民版報が日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載したよ。中国からすれば脅威だと言いたいんだろうが、裏を返せば日本の技術を認めていることになるよな。そうだね。さて今回は、この雷鯨について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ディーゼル推進潜水艦としては世界最大級の大鯨型潜水艦の4番艦雷鯨が2023年10月17日に、兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において、新規建造された潜水艦の命名式及び浸水式を実施し、雷鯨と命名されたこの艦の名前の由来は第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず、初めて用いられたものとなっているよ。この雷鯨の規模は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっていて、
排水量はフランス海軍の現役原子力潜水艦指を上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価したんだ。寄港は2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2025年3月に部隊へと引き渡される予定だな。これを受けて10月19日に中国メディアの人民晩報は、日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうと指摘していたぜ。海上自衛隊の対迎型潜水艦は、前途したフランス海軍が運用する指級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級と誇って良いだろうね。また、機動性や探査能力が同型潜水艦の中でも格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷鯨にはより出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていたぜ。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は原子力潜水艦にかなり近づき、実戦性が大きく向上することになるだろうな。さらに、潜水艦の生命線とも言える騒音面に関しても雷鯨がスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上でこれらの特徴を総合して、外部からは原子力潜水艦との差はもはや原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えたらしい。その上で人民晩報では、上海西方学院東北アジア研究センターのヤンジェン副主任が日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、原潜の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において雷鯨はなおも原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば日本の潜水艦部隊は必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうとの見解を示していたみたい。雷鯨の外観形状は、従来の双流型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また建造時から女性自衛官ウェーブの勤務も想定して相応の設備を有しているのが特徴だね。また主要装備としては艦首に魚雷発射管を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレイ、側面アレイ、曳航アレイなどのソーナー装置、TCM 潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦となっているよ。なお、雷鯨を漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は冒頭でも話した通り旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きいぜ。まさに雷鯨は日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではなく、西側各国は原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら改善すべきマイナス面を全て力技で隠しているような感じだな。逆に言えば日本が原子力潜水艦を建造してしまったら聖マジー能力の艦が建造できることは間違いないよね。確かに国内の有形無形の制約を乗り越えるために従来技術を極限にまで高めたわけだけど、それでも基準排水量が3530トンだったイタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところかな。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待しているよ。日本の潜水艦は忍者のように世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり日頃の訓練などによる練度の高さも群を抜いており、米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も米空母の撃沈判定を出しているから驚きだよな。最新の潜水艦が次々に就役するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えないよね。
対艇型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており、運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行している雷鯨は探知されにくいという利点まで持ち合わせているぜ。海底の艦内においてペンを落としただけでも察知されてしまう探知能力船では、圧倒的な差を見せつけることになるだろうし、台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく中国の脅威となることは揺るぎないよな。国産潜水艦の話題になると必ず日本の潜水艦は通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するけど、その根拠はどこから来ているのだろうね。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、ジェーン年間ではうるさい潜水艦として分類されていたよ。今や中国が次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わるアジアの政府関係者やアナリストの間でもかなり強まってきているんだ。ロシアの技術支援を受けて静寂性が飛躍的に向上すると見られる中国海軍が運用するマル96型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられるよ。米海軍大学で5月に開催した会議で中国の原潜について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしいな。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われているぜ。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏がインタビューにおいてマル96型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていたようだ。アメリカをはじめインド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきたんだけど、マル96型が就役すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないよね。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒監視を強めなければいけないってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月29日、海上自衛隊第4護衛隊軍呉基地及び佐世保基地の公式 XQ Twitter に、11月に1回目の空母化改修工事を終えたヘリコプター搭載護衛艦加賀 DDH-184 における、甲板散水装置の試験が実施された様子を撮影した画像が公開されたよ。洋上を航行している加賀の飛行甲板上に設置された多数のノズルから、大量の海水が吹き出して甲板を洗い流す様子が映されていて、甲板上には虹がかかっている綺麗な画像が話題を集めているな。うんうん。さて今回はそんな空母加賀での甲板散水装置試験を実施した様子を公開した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずはじめに、甲板散水装置とは、放射線生物化学物質などによる攻撃を受けて汚染された艦艇において、それらを除染するために甲板に多数設置されているノズルから海水を大量に吹き出させて汚染物質を洗い流す装置のことであり、海上自衛隊の護衛艦では1950年代に建造された綾波型護衛艦 DDK 以降のすべての護衛艦に搭載されているよ。また、民間の船舶においてもフェリーなどでは車両搭載甲板などに散水装置が設置されているが、これは火災が発生した際の消火用の装置であり、護衛艦における甲板散水装置とはその主たる目的が異なっているぜ。加賀は、23中規模に基づく平成24年度2012年度計画において白根型護衛艦の2番艦クラマの代替艦として計画され、19,500トン型ヘリコプター搭載護衛艦 24DDH 出雲型の2番艦として、
ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場において2013年10月7日に寄港され、2015年8月27日に命名浸水式が取り行われ、2016年8月5日に竣工して工事が開始され、2017年3月22日に呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に編入されたんだ。空母化改修前の香川、前型の日向型と同様の全通飛行甲板を持ち、艦橋が右舷側に寄せられているアイランド方式が採用され、2本ある煙突も上部構造物と一体化されて右舷側に寄せて設置してあるな。この2本の煙突の間には、洋上で他艦に燃料を給油する必要が生じた際に使われる臨時燃料移送装置が備えられていて、艦橋後部には飛行甲板上のヘリコプターの発着艦渡るを管制する航空管制室が備えられており、5機のヘリコプターが同時に発着艦可能で、艦載機としては SH-60JK 哨戒ヘリコプター7機及び、MCH-101 輸送ヘリコプター2機など、最大で14機のヘリコプターが搭載可能だぜ。出雲型護衛艦は現時点での海上自衛隊で最大の護衛艦であり、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0 メートル最大幅 38.0 メートル水線幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル喫水 7.3 メートルの艦隊は、太平洋戦争当時の旧日本海軍が運用していた正規空母操縦や比喩を基準排水量や全長で上回っていて、同じく戦争当時のアメリカ海軍主力空母であったヨークタウン旧正規空母とほぼ同じで、現代世界で運用されている軍艦の中ではイタリア海軍の軽空母カブールやスペイン海軍の強襲揚陸艦兼軽空母フアンカルロス1世などが同じ規模となるね。主機関はゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンを COGAG 方式として2機ずつ4機を両舷の2軸に配され、最大速力30ノットを発揮するみたい。飛行甲板の下の第2甲板には司令部区画や居住区画に医療区画などが設けられ、その下にある格納庫は日向型と比べて1層多い3層分が使用されており、底面は第5甲板で高さが十分に確保され、格納庫の下の第6甲板は応急甲板とされ、ここから下には火炎居住区食堂機械室発電機室などが設けられているんだって。飛行甲板と格納庫をつなぐエレベーターは日向型と同じ前後2機が配置されているが、日向型では前後どちらも飛行甲板上にあるインボード式であるのに対して、出雲型では後部エレベーターが右舷の艦橋後方にデッキサイド式として設置されているんだ。これはイタリア海軍の軽空母カブールと同様の装備方式で、全部のインボード方式のエレベーターは長さ20メートル幅13メートル、後部のエレベーターが長さ15メートル幅14メートルで、それぞれ電動油圧制御方式によって作動したい荷重は30トンとされているぜ。デッキサイド式エレベーターは波浪の影響を受けやすいほか、岸壁に横付けする際の障害となる場合があるというデメリットがある一方で、エレベーターからはみ出す大型機でも搬送が可能というメリットもあり、出雲型でこのデッキサイド式のエレベーターが採用されたのには、将来的にヘリコプターより大型となる固定翼機の艦載運用を想定したためと見られているな。武装については日向型が単艦でも相当の戦闘能力を保有しているのに比べると低く抑えられていて、多機能レーダーやソナーなども簡略化されており、護艦防御用の近接防空システムシウイスである高性能 20mm 機関砲が2機と、近接防空用艦対空ミサイルコンサムリム 116C ラムシステム2機と、最低限の防空火器を搭載しているのみで、これは出雲型護衛艦では航空運用機能が増強されていて、艦隊中核のプラットフォームとして運用されることが想定されているためで、単艦で運用されることはなく、イージス護衛艦の混合型アタゴ型マヤ型や、秋月型など防空能力が高められた護衛艦を伴う艦隊として運用されることが大前提とされているからなんだ。出雲型護衛艦の空母化改修工事は出雲化がそれぞれ5年に一度実施されている定期検査を利用して実施されることになっていて、まず出雲の2020年度令和2年度の定期点検において、
搭載される予定の垂直短距離離着陸機 F-35B ライトニング2戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や、電源設備の設置などの改修が行われたけど、F-35B を安全に運用するために必要とされる台形状の監視形状をアメリカ海軍の強襲揚陸艦のような四角形に変更する改修工事や、艦内区画の整備などは次回の定期検査が予定されている2024年度令和6年度末の改修工事で実施される予定になっているね。加賀については当初、2021年度令和3年度末からの定期検査時に一度に大規模な改修を行って、出雲より先に空母化改修を完了する予定となっていたんだが、空母としての艦内区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらに検討が必要であることが判明したため、アメリカ軍の協力によって検証実験や試験を実施した上で実運用する際の人や物の動線を細かく検討することとなり、艦内区画の整備については2026年度令和8年度末からの定期検査に合わせて実施することになり、出雲と加賀の両艦が共に空母となるのは2027年以降となるぜ。出雲型護衛艦では、当初噂に上がっていたスキージャンプ台やカタパルトなどの発艦に必要な装置や、アレスティングワイヤーなどの着艦制動装置は搭載されないことから、F-35B は短距離滑走で発艦し、着艦はジェットエンジンノズルを真下に向けて垂直に着艦することになるね。2021年10月3日、先に飛行甲板の耐熱処理や発艦用のライン引きが実施された出雲において、アメリカ海兵隊が運用している F-35B2 機による発着艦試験が実施されたよ。その試験の様子を伝える動画が公開されていて、四国沖の太平洋を航行する出雲にアメリカ海兵隊岩国基地から飛来した2機の F-35B が、耐熱舗装が施されて周囲とは色が異なる飛行甲板上のヘリコプター発着艦用の第4、第5スポットに、垂直着艦を成功させた後、監視方向に移動して短距離発艦にも成功する様子が撮影されており、太平洋戦争後の日本の護衛艦において記念すべく初めての固定翼機の発着艦となったな。空母となった出雲型護衛艦で運用される F-35B は、2020年度令和2年度以降、毎年取得予算が計上されていて、航空自衛隊では最終的に42機を調達して宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に配備することにしているけど、出雲と加賀の空母化改修と、F-35B のパイロットへの訓練などにまだ時間がかかることから、日本に太平洋戦争以来の空母艦隊が登場するのはまだ当分先のことになると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度をめどに実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆したよ。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められているぜ。さて今回はそんな国産長距離攻撃兵器であるスタンドオフミサイルの整備の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに日本政府は6日前の10月4日にアメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていたよ。日本はおよそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているんだけど、同ミサイルはおよそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだね。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦隊艦、艦隊地の両用途に使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイルなどよりは格段に長射程だな。
このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判もたためにするぜ。そうした意見も一理あることは完全には否定はできないけど、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側はそれらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られるからね。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば自分の艦艇や地上の設備に、損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待されるよ。ただし欲を言えば不幸にして実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える。数量のミサイルを投射できればなお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとないよな。その意味でもスタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは現状では必須と思われるぜ。このところ主として南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでにウクライナ側に西側諸国から供与された中で最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見えるよね。ストームシャドウは航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ、250km ほどと言われており、それでもこれまでの供与兵器の中では最大の長距離兵器と目されているんだ。このストームシャドウも飛翔速度は亜音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網はその迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高いよ。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであってもある程度の防空網を備えた、ロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われるよな。さてそれでは日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、12式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主だろうね。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で陸上自衛隊が配備を行っている12式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離はおよそ 200km 弱と、残念ながら長射程と言える性能ではないんだ。しかしロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離が、およそ 250km ほどとされる同ミサイルであってもその価値に疑いの余地はないため、現行の12式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されると思うよ。この12式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的にはさらにおよそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれているんだ。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体はステルス性能を加味したほとんど、オリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も九州本土から物理的な対応を可能とするものとなるな。またオリジナルの12式地対艦誘導弾が、装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では航空機に搭載する型式や、艦艇に搭載する型式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されているぜ。これによって運用は陸海空産自衛隊の部隊の全てをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるけど、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定だね。次に当初防衛用の高速滑空弾だけど、
こちらは飛翔速度が音速を超過すると目されており、現時点ではまず射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の要と位置づけられているんだ。当初防衛用の高速滑空弾は、1-2式地対艦誘導弾頭と異なり、兵器としての分類上からは弾道弾タイプの極超音速滑空対 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろうな。この当初防衛用の高速滑空弾も2030年代を目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで、延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされるぜ。また潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm、魚雷発射管6門から運用可能なのものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるってわけだ。この潜水艦に搭載する誘導弾も、1-2式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を紙仕様型化させているため、533mm 魚雷発射管からのそのままの形での運用は困難と目されるよ。そのため、533mm 魚雷発射管での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様にやはり対艦対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろうね。海上自衛隊では VLS 垂直発射管を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である 533mm 魚雷発射管を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年8月11日にサウジアラビアが日英未加国共同計画の次期戦闘機 F3 開発に参加を希望したよ。これをイギリスとイタリアは賛成したが、日本は反対を表明したと報道されたよな。あれからどのようになったのか、今回は次期戦闘機 F3 の開発計画について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スマイルアップ。旧ジャニーズの性加害問題などで日本国内は荒れているけど、実はそんなことよりも、この次期主力戦闘機 F3 の開発計画には国の将来の命運がかかっていると言っても過言ではないんだ。世界の戦闘機を撮影し続けるフォトジャーナリストの柿谷哲也氏は、サウジアラビアが参加を希望するのは予想できたと語るよ。実はイギリス軍とサウジアラビア軍の関係は自衛隊よりも古く、サウジ空軍の前身であるヒジャーズ空軍は1921年に英空軍の協力から始まった。以来、サウジ空軍は英国戦闘機を主力として運用しており、古くは BAC ストライクマスター戦闘機に始まり、ハンター、ライトニングなど120機を購入したんだ。最近で言うとイタリアやドイツも開発参加したパナビアトーネード戦闘機と攻撃機を計120機、ユーロファイターは72機購入している。イギリスとサウジの武器貿易の歴史を鑑みれば、サウジが参画するのは容易に想像できたはずだな。この事情を日本は知らないのだろうか、サウジアラビアの参画に反対を表明しているぜ。柿谷氏曰く原油、LPG 取引に影響が出るかもしれません。先日、サウジアラビア王族一行のアジア旅行では、日本をキャンセルして韓国に行っていますと話していたね。すでに日本は東アジアにおいて、韓国の後進国になろうとしているが、その影響がこの非英未加国共同計画に出てくる可能性があるんじゃないかな。さらに柿谷氏はこの非英未加国共同計画は、イギリスとイタリアが共同開発していた次世代戦闘機テンペストが資金難で苦しんでいて、その協力先に日本が出てきたので、3カ国開発がまとまりました。この状況でサウジアラビアが資金を拠出するとなると、
開発のイニシアチブやデリバリーの優先をサウジが申し出る可能性がありますと語ったんだ。ところが日本国内の最大の障壁となる自民党と公明党の与党間で、戦闘機の第三国輸出を可能にしようと話し合いを続けていた。すでに事項の実務者協議においては、イギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機を含めて、装備品の第三国輸出を解禁したいとの考えが示されたぜ。これで万事うまく展開すると思われたが、航空自衛隊の那覇基地302飛行隊隊長を務めた杉山正樹元空将補は、そうでもないと指摘したな。杉山氏曰く次期戦闘機 F3 の輸出解禁はまだ何も決まっていないのに、積極的な閣僚や官僚たちが動き始めています。もちろん彼らはビジネスライクな形でやっているわけではなく、閣僚と官僚たちが戦略的に考えてやっているというバカな考えでやっているので、何も一致していません。サウジの非営利参加国共同開発に参加に関しても、日本のメーカー自体は反対だと言っていない。おそらく反対だろうと言っているだけで、イギリスとイタリアがサウジを歓迎しているというのもないと思いますと語ったんだ。さらに杉山氏はこの報道の背景に関してこの裏を考えると、今後のサウジはオイルマネーだけでは厳しく、サルマーン皇太子は自国に何らかの産業を持とうとしています。その一つが、航空産業と第6世代戦闘機の特徴でもあるネットワークを含む軍事産業でしょう。彼には自国に生産工場を持って外貨を稼ぐという目標があります。F3 開発に参画するのもそのビジョンに当てはまっていますと推測したよ。しかし、サウジが F3 開発に加わると、混沌とした状況に陥るとした上で杉山氏はおそらくめちゃくちゃ、ややこしくなるでしょう。非営利は現在、各国の技術の得意部分を主導させ、作り分ける形を交渉しています。しかし、そこに何の技術力もない資金力だけを持つサウジが入って生産だけは自分たちで行い、さらにブラックボックスの生産もやるから、秘密もすべてくれとなる可能性がありますと付け加えたね。さらに杉山氏は今回の参加発端には日本政府が関係しており、サウジがここまでやる気になっているのは、先日の岸田首相のサウジ訪問が影響しています。勝手に岸田首相が日本の技術もありますから、一緒にやりましょうとものづくりに誘ったからです。もはや、岸田首相の政治的手腕でどう収めていくかにかかっています。自ら誘っておいて F3 開発だからと言って断ることはできません。岸田首相はいろんな分野に種をまいて、ちゃんと収穫しないから、常に混沌としている状態にしてしまう。その問題の一つがこれでしょうと話しているな。今回はまさに岸田首相自らが4カ国にまたがる国際問題に発展させてしまったってわけだ。岸田首相に収束できる力はあるのかと思いつつも杉山氏はイギリスとイタリアにとって、サウジのお金が入るなら日本に入ってもらう必要もありません。アメリカは英意と組んだ日本を笑って見物しています。米国からすればこの事態は計算済みだと思いますと語ったみたいだね。その結果、日英意3カ国で F3 は作れなくなり、当然のことながら日米共同開発も不可能となり、日本は空軍として2軍になるのかという質問に対して杉山氏はその可能性はあります。日本は第二次世界大戦終了後、アメリカから最新鋭の戦闘機をもらいながら、空自は空軍として成長してきました。今回それがなくなることによって、アジアで戦うのが非常に難しくなります。空自は第5世代戦闘機として142機の F-35 を持っていますが、F-35 がフライト停止になった瞬間に空自はなくなりますと答えたみたい。つまり、第6世代戦闘機とされる F-3 の開発計画が頓挫すれば、今後、中国ロシアと対峙しなければならない時に空自が消滅している可能性があると杉山氏は言っているわけだ。この問題が日本の未来を左右することは当然のことながら、これは岸田首相の今後の手腕に、全てがかかっていると言っても過言ではないぜ。日本単独だと完成まですごく時間がかかって、アメリカがもっとすごい戦闘機を作って、結局アメリカ製のものを買う羽目になることも否めないぜ。それに単独だと、完成したとしても1機あたりのコストが高すぎて生産数も限定されて、
結局は足りない分を安価な他国の戦闘機で補う羽目になるという悪循環が起きるので、まだまだ共同開発をしないといけないというのが現状だろうな。確かにサウジアラビアの皇太子は曰く付きだし、権威主義国家は指導者の良し悪しで国としての動きが大きく変わるので、岸田首相の発言が失言のようにも感じるけど、文字通り外交事例なのだから絶対に言ってはいけなかったと否定するものでもないだろうね。そもそも戦闘機に限らず研究開発というものは、成功も失敗も必ずあるものだから、問題を回避することより問題が起きたらその経験を次に活かすことにベクトルを向けて、失敗体験をもとに具体的な資料を残したり、運用ルールを改定したりするという努力を積み重ねるから良いものができるということが重要だと思うぜ。サウジアラビアは F-35 導入計画の時もアメリカから参画を断られており、中距離弾道ミサイルを中国から購入して軍事的に接近しているのも理由にあるけど、皇太子の記者暗殺主導など人道的に大きな問題があるため、その行為自体が制裁対象になるからだろうね。サウジ参画によって日本が懸念するリスクは非人道的行為をした場合に制裁できず、国際社会から糾弾されるパターンだけど、ここは一度アメリカの度肝を抜いても良いのかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。